ためにご利用ください。よろしくお願いします。長崎子ども食堂ネットワークに寄付金を贈呈したのは、県内5社のトヨタ自動車関連企業で作る長崎県オールトヨタです。オールトヨタが先月長崎市で開催したイベントにはおよそ4400人が訪れ、入場チケットの売り上げは104万円に上りました。この売上金全額を子どもの食の貧困解消などに役立ててもらおうと、このほど県内41の子ども食堂が加盟する子ども食堂ネットワークに寄付しました。本当に生きたお金としてですね、活用いただきたいなというふうに思います。将来長崎を担う子どもたちですから、ぜひ元気にすくすくとですね、育ってまた長崎を託せるような人がですね、たくさん出てくるといいなと思います。子ども食堂ネットワークでは今回の寄付金を食材や調理器具の購入などに役立てたいとしています。